シリトゲオオトカゲはオオトカゲかオオトカゲ属に分類されるトカゲ。別名トリスティスモニター。オーストラリア西部から中部最大全長80センチメートルと姫、オオトカゲア族では大型。体色には変異は大きく、地域によっては胴体に名色の目上半が入る。尾の基部にトゲ状の突起があることが和名の由来。この突起はオスでは特に顕著。 成長に伴い頭部から頸部にかけて黒くなる。砂漠や荒れ地、森林に生息する。木にも登るが、木がなかったり他の木のエセの大トカゲのいる環境では、岩の下や草の根元に隠れある地に地表で生活するとされる。植生は動物食で主にトカゲを食べるが、昆虫類、節足動物、鳥類やその卵等を食べる。繁殖形態は卵性で、 12月に最大17個の卵を産む。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。主な生息地であるオーストラリアは、野生動物の輸出を禁止しているため、オーストラリアに生息するアッシュの野生個体の流通はないが、過去に欧米へ流通した個体からの繁殖個体が流通する。そのため、ヒメオオトカゲア族の流通は少ないが、 その中でも本種はまだ流通は多い方である。主に元亜種が流通する動物愛護法が改正されたため、飼育にあたり特に法規制はない。ありがとうございます。